그래? 여기 안 봐? 어, 오케이. 올라오나? 통행을 위해 길에 너무 오랜 시간 머물지 말아주세요. はい、ということでね、なんかちょっとここいいですよね。市長の辺ですよね、感じのいいザ・プラザやって、全然俺が泊まってるホテルと違うけどね、すごいシャレオツだす。あそこに何やら門っていうのがありますんでね。あ、バイクやこけやはった。うわ、怖え。バイクは危ないよな、俺も乗ってるけど。はい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 、多分痛かったと思いますよ。男の子やな。何でまたこけたやろな、よくわからないですけども。で、まあ、さっきも言いましたけどね、このソウルかなり格安で来ました。ホテルが11,000円、はい、11,000円でしたね、4泊2日で。そして何でした、飛行機が、12,500円かけるって感じですけどね、はい、だから4万かかってないですけど、約4万という感じでね、はい、この4泊5日、はい、5で割ったら1万切るよね。でね、やってます。で、今日が昨日土曜日、今日日曜日なんで、まあいろいろとね、人もたくさんいて、イベントもね、はい、いっぱいあって、まあ昨日今日とね、一緒に休日で過ごせたんじゃないかということですね。明日はね、明洞にちょっと行ってみて、
占いの先生とか市長やね、シティホーム市長の駅ですね。占いの先生のところ行ってみて、多分ですけどね、まあ行くか行かんかあれですけど行ってみて、はい、あとは、ちょっとね夜ね、とんでもんでしたっけ、はい、ちょっと自分のね欲しいものを変えたいと思います。ネバーって思い出した、昨日ネバーって何やろ、なんかホームページに咲いてんね、韓国のね、はい、こんな感じでございました。9時37分55秒ね、カウントしてますけど、あ、変わりましたね。信号が青に変わりました。あ、シブタワー見えますか？あそこシブタワー見えるね。だんだんね、何度かこうやって来るとようやく方角が分かってきましたけど、やっぱこうやって一人でね、全て苦労するとね、見えると思われるよね。誰かとこう一緒に来るのもいいんですけど。一緒に来るとなんかついていくっていうパターン結構多いんでね、あ、ついてってねって感じでね、そうなるとはっきり言うと一つも覚えとらんでね、はい、こういう感じで、ね、自分の足でね、はい、こうやって見るとね、日本人の方だと思うんですけど、結構みんなね迷ってるんですよね、はい、迷ってます、ここはどこと。はい、そうなんで、あそこは何なんやろ、ちょっとなんか前に行ったこともあるんやけど、自分のこう足で行くっていうのは初めてなんだな。このままやったらやばいね、ソウル駅まで行ってしまいそうな感じするよねって言うて、すぐ曲がったとこ、そこソウル駅なんちゃうのようわからんけど、はい、テクテクと歩いています。11月20日、よいしょあ、だからさっき言ってたの、どっかでお酒飲むか、お酒買おう、DHL、 多分でもあそこがソウルタワー見えたってことは、間違いなくそこ曲がったらソウル駅、はい、どっかであのプップいるんやろか、プップ噛んだ声が噛んだ、ね、はい、なんかプップのイベントもねやってるんかなと思ってね調べたんですけど、全くヒットせずということでね、明日だから何でしたっけ、ヒロに大会って本で何やったっけ、その大学生の街みたいなのところに行ってみようと思います。それですね、それ行って夜に、深夜に及ぶうろうろ大会ということをやってみたいと思います。今日はもうほどほどにしてね、まあ12時までには帰ってほどほどにしたいということですけどね、何なんやろな、あのもうちょっとようわからんな、ちょっとまた一回切ります。何の門なんかわからないんですけども、まあ、有名な門なんですよね、なんか書いてると思いますけど、はい、ちょっとよくわからない、何門なのか、またあそこにどうやって行ったらいいのかがわからない
横断歩道がない。行けるのかな。なんかよ人も誰もいいから余計にあれやね。まあ綺麗な綺麗な感じですよね。あそこの奥にロッテのアウトレットモールがあるよね。っていうかほんまにここ奥ソウル駅やわ。絶対になんかソウル駅まで行ってそっから電車で帰ろう。はい、方角間違ってるね。ソウル駅やなって思ったらなんか違うとこ出てきたね。これ何でもなんかな。ちょっとよくわからないです。もうクリスマスですよね。クリスマス、メリークリスマスっていう感じでね、ちょっとクリスマスっぽくなってますけども、新世界、新世界、新世界、本当にあの韓国走り出しみたいな感じで、韓国のことを知ってる人やと何を言ってんねこいつはって思われるかわからないですけど、新世界。まあ、携帯見たら分かるんですけどね。ここは一体どこと。ポストタワーって書いてるでしょ。郵便局なんですよね多分ねえ。まあちょっと行きます。なんかね、ものの10歩ほど歩いたらめっちゃいいとこでしたね。ソウルタワーも見えて、ちょっと僕反対方向見たみたいですね、今地図見たらね。はい、おお、なんかいい感じですよね。もうクリスマス今年も終わりって感じやんね。こうやって見るといいよね、ソウルタワー。きれいきれい。